ンダムのニュータイプってどういうものや、存在として解釈すればいいの？いろんな解釈が存在する。謎空間。ララーしか認識できてないから共同幻想と言えなくもない。シャンセーラさん、未来さんが感知してたけど。変なのを剥がす気と。可能性はもういらないとか言い出すやつまで現れる。富の温帯にやっぱ人類にニュータイプ化なんて無理だわって言われてしらけたか。隣人愛とか言ってた頃は割としっくりきてたんだけど、温帯のニュータイプ解釈も変化してる印象を受ける。大君が政治宣伝でやってた宇宙に出れば進化してニュータイプになって、人類は良いことばっかりまとなりそうと、実際に発生したアムロやらなんやらが全然別物だしな。ミノフスキー粒子が人間の残留思念を飛ばしていて、それを受信できる人間とか。ナラティブで死者と会話できるわけないだろってツッコミがあるの好きだよ。ああいう科学的にニュータイプって何なの？を突き詰める作品も嫌いじゃない。全員ニュータイプになっても争いがなくなるわけではなさそう。宇宙の戦士のエスパーをパクっただけでしかなかったのに、分かり合える能力だの、 MS 操れる能力だの、人殺しの能力だの、富野が設定ちゃんとやらないからみんな適当に。さすがに40年後にもあれこれ言われるとは想定してなかったわけで。みんなが納得するニュータイプの定義って出てこないんだろうね。人間以上を人間が真に理解できるとは思えんし。未来に夢があった時代なんだから。初代ガンダムの最後もニュータイプに希望を見せつつ綺麗に終わってていいよね。クエストかハマーン見てたら、他者と分かり合える人種だなんて到底思えないニュータイプ。分かり合おうとしたら土足で人の中に入るな。そりゃ無理ですわ。君はプライベートを他人にさらせるのか。クエスは単なるファンネル使いになってたしな。クエスも他人の死に感じすぎてたけど、戦闘にはそういうの邪魔だからな、強化されたんだろうな。本当に分かり合えるなら、人は分かり合える差でもシャアは否定しろ。唯一希望だ。それでもアムロとシャアなら敵同士でも分かり合えるだったんだろうけど、その結果が絵みたいな話だからな。でもそれと同時にアクシスを押し返すような力にもなりうるって希望を提示したラストなんだろうし、逆シャアはやっぱりうまいと思う。他にもいろんな動画をアップしています。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。